というわけだ。おお、これがその設計図ってやつか。近藤勲、泣く子も黙る新選組局長である。ところで土方、見てもさっぱりわからんのだ。さっきからアマントのからくりの設計図だって説明してったのが近藤さんよ。ああそうか、何かのからくりか。そのからくりで何かとんでもねえ悪事を企んでる奴らがこの江戸にいるって話だ。